こんにちは、スクです。鬼から電話。今回は多分まだ紹介してない珍しい妖怪たちを見ていこうと思います。まずは、このいい子にしていた時、君のことをずっと見ていたよ。これ多分まだ見てないと思うんだよな。なんか影が薄いよね。ふんわり、やんわりした雰囲気の妖怪？なんだろうね。見ていこう。電話をする。座敷わらしだって。へぇ。お家の中に、まあ、半透明みたいな感じで住んでる子供の妖怪だったっけかな。すごい穏やかな音楽だけど。よし、じゃあ、電話してみよう。応答。もしもし。あ、もしもし。僕は、座敷わらし。あ、どうも、こんにちは。君は、僕が見える？なんとなくね。あ、今くっきり見える。怖がらないで。僕は悪い妖怪じゃないよ。あ、また消えそう。僕は大人には見えない。あ、そうなんだ。いい子にしてくれている子供だけに姿を現すんだ。へえ。顔でか。君のことを顔でかずっと見ていたよ。でもめっちゃいい笑顔。いつもお家の人の言うことを聞いて、いい子でいてくれてありがとう。おぉ、いい子だったみんな。あのね、僕を見た人には幸運が訪れると言われているんだ。マジでやったぜ。君にもきっといいことがあるよ。めっちゃ顔近いっすけど。いい子にしていたらまた電話するからね。おぉ、日本の昔からいる妖怪なんだよね。いい妖怪みたいだね、どうやら。へー、見れたらラッキーなんだって。やったぜ。通話を終了。こうやって一覧に映ってるところだと、なんかすんごいふんわりした弱そうな妖怪だけど、いい妖怪だったぜ。よし、じゃあ次行ってみよう。多分まだ見たことないと思うんだけど、この指しゃぶりをやめない時の指鬼の仲間にしてやるぞって、これ見たっけ？見てないと思うんだよね。なんか気持ち悪い。これ見てみよう。電話をする。うわ、めっちゃ舐めてる。汚ねえぞ。指鬼だって。髪の毛ふさふさだな。一つ目だ。よし、じゃあ電話に出ます。応答。もしもし。もしもし。僕は指鬼。面白い声してるね。僕はね、指しゃぶりが大好き。そうなんだ。テレビを見るときや寝るときも、いつも指しゃぶりをするよ。お、指ふやけない？あれ？君も僕みたいに指しゃぶりが大好きなんだね。うわー、口汚ねー。仲間だ、仲間。僕も昔は普通の人間だった。あ、そうなんだ。でもいつもいつも指しゃぶりをしていたら、うん、指鬼がやってきて、うん、僕を指鬼にしてしまったんだ。うえ、マジか。僕も君を迎えに行かなくちゃ、指しゃぶりの仲間だからね。おうちの大人たちの言うことを聞かないで指しゃぶりを続けると、君の指と歯を僕みたいにして仲間にしてやるぞ。どう？楽しみだね。今どこなの？待っててね。うわあ、絶対今どこだか教えたくないね。怖っ。通話を終了。いやあ、指鬼やべえな。指鬼にはなりたくないね。指しゃぶり、もしまだしてる人いたら、早くやめた方がいいよ。まあ、指鬼に完全にはならないにしても、周りのみんなはちょっと指鬼っぽく見てるかもしれない。それは嫌でしょう。なるべく早くやめた方がいい。うん。というわけで、次行ってみよう。次はね、これ珍しくない？これ多分見てないような気がするんだけど、どうだろう。アマビエより命を守るおうち時間。こいつってさ、なんか有名だよね。どっかでなんかアマビエっているんでしょ？妖怪。日本のどっかにさ。ちょ、これ電話してみよう。めっちゃ和む。絶対悪い妖怪じゃないじゃん。なんか鳥みたいだね。くちばしがあるよ、アマビエ。そんな、水の中に入ってて電話できんのかな？
まあいいや、電話してみよう。応答。出てきた。もしもし。もしもし。女の人の声なんだ。私はアマビエ。人魚？人魚みたいな感じ。今世の中が大変なことになっていますね。そうですね。お外でたくさん遊びたいし、お友達やお家の人とお出かけしたいですよね。そうですね。声が響いてる。でも今はお外にはたくさんの目に見えないウイルスがいるから、はい、病気にならないようにもう少し我慢しましょうね。はい。心配しなくても必ずまたお外で目いっぱい遊べる日が来ます。はい。だから今はよく食べて早寝早起きをして、お外から帰ってきたら手を洗うこと。はい。これを忘れずに毎日元気に過ごしましょうね。はい。アマビエはいつもみんなが元気で過ごせるようにお祈りしていますよ。はい。もうなんかありがたい妖怪だぞこいつ。女神様みたいな感じだったね。話長かったけど、手洗いとうがいを忘れずちゃんとしようねって話かな。よし、じゃあ通話終了。どうでもいいけど、アマビエずーっと真横向いてたね。一回ぐらいこっち向いてくれてもよかったのにな。まあ、いっか。横顔を見られるのが好きなのかな。よし、次。次はね、じゃあこのアマビエのすぐ下にいる、アワでいいのかな。言うことを聞かないとき、アワの妖怪、ギョロロが来たぞ。これね、一回ね、どっかの動画で紹介したような気もするんだけど、なんか面白かったような気がするんで、これ見ていこうと思います。というわけで電話をする。すげえ人間っぽいけど、漢字で鉢巻きに、ド発点って書いてある。手袋には怒りって書いてある。怒るっていう字だね。ギョロロだってギョロロ。ギョロロっていう名前なんだ。よし、じゃあ電話をするぞ。応答。うわ怖いか。そうだね。お家の人の言うことを聞かんから、アワの妖怪ギョロロが来たぞ。おお、アワで会ってた。お家の人が困ってるじゃないか。そんなに困らせちゃダメだぞ。みんな、君たちのためを思って言ってるんだから。そうだね。お家の人の言うことを聞けるかな？聞ける人。はーい。指切り幻漫、嘘ついたらギョロロが来るよ。指切った。じゃあな。うわぁ。うわぁ。おお、終わった。目。よく見たら綺麗な目してた。通話を終了。あとなんか髪型かっこよかったね。青いやつ上にファーってなってて、まあ俺の緑もかっこいいけどね。よし、というわけで今回この辺で終わろっかな。よくわからない妖怪いっぱいいたね。最初のやつとかちゃんと覚えてる？座敷わらしとかどんなだったか忘れちゃったって人はもう一回最初から見てみてね。というわけで今回はこの辺で終わります。まだまだ見てない妖怪とかいろんなキャラクターがいるみたいなんで、次の動画で紹介しようと思います。それじゃまたね、バイバーイ。